こんにちは、かくすけです。リーベルファンタジアやっていきます。次からですね、前回はここか、前回ね、ついに先に進めたんですよね。レペアキットは必要なくて、そしてスイッチをねつけたから、もう簡単にいけるようになったということで向かっていきましょう。これはそうだな、西のあの子を生まれさせるために泉に持っていくんだよね。よし、今回こそちゃんとやるぞ。よいしょ。あ、鍵がそうだった、毎回ね鍵がかかってるんだよね、これ。ピッキーで、おいで、いますと。ピッキー、よし。前回何があって終わったんだっけ。あ、思い出した、嫌なことを思い出したよ。そうだった。え、いや、こっちか。あれ違うよ、確かあのつららの先だったかな。おや、あ、こっちが多分で、あっちだよね。あ、落ちちゃダメだよ。スノーバニーを呼びましょう。スノー、おいで、スノー。よし、これと、そうだよ、あのジャンプしていかないといけないやつがあったよ。頑張ろう。これと、はい、いいですよね。はい、登って、無理だと思った。よし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 。で、これでスイッチをつけたから、多分動いてるよね。あ、痛い。しまった。はよはよ。さっきの動き、あれでもこれは違うよね、多分。うん、違う。うん、今ならちょうどいいかな。あ、結構深いものだね。はい、降りていきます。どっち側だったっけな。行こう。いやー、このスイッチをねつけたらもう次から大丈夫でよかったよ。そこは親切だった、ありがたい。こっちは違って後ろ側だったよね、確か。ここだよー。考えないといけないね、生き方を。お、そっかそっか、リガデンが必要だった。よし、メモを取りながらやるぞ。はい、これは取ったよね、多分。うん、だよね。で、はぁ、怖い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 。こっちがこれだよ、多分だよね。ね、ちょっとメモしよう。1、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、あれが3だったよね。で、1、2、3、4、5、6、ね、3、4、5、6、あれが4ですね。
で、これからここが2ですね。よしよし。で、1があれか、奥から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、3つ目の2番目が1ね。よし、やるぞ。一番最初にあれでしょ。で、こう行って、1、2、3。よし、わかった。こう行って、こう行って、こう行って。よし、あとはアクションの問題だな。と、まず。間違ったボタン。ここ助走なしでいけたような気がする。うん、まず1個で1、2、3回1、うん、あ、そうだ、この音焦る。2で3いって、でこっち側に1、2、3、4回1、はい、ゴミか。で、2、3、これちっちゃいからちょっと怖いんだよね、これ。4、よし、1で、1個いって1個いって、あ、ここ間なかった。ちょっと待ってよ、1個いってこれがなくて、あ、大丈夫大丈夫。これがなく、ん？で、多分大丈夫。よいしょ。うん。お、グランタイト、いいね。磁石、あー、もう、よりどり緑、素晴らしい。に、よいしょ。で、おい、よし。よいしょ。うん、いいよ。3に向かっていきます。よいしょ、よし、で、よいしょ、よしよしよし、ほい、うん、いいよ、そい、よし、はい、あ、大丈夫だよね、もうここで落ちたらたまんないから。よし、あー、ヒヤヒヤするよ。で、手前まで行く。よいしょ、1、2、3、4、4回、2、3、4、 OK。 で、こっち側行って、よし、いける。ダメだぞ、ここで。ここで行ったからって気を抜いちゃいけないぞ。お、よし、よし。で、さらに直接行かないとダメ。よいしょ、うん、よいしょ、うん、いいよ、よいしょ、いいよ、ほい、最後だけ距離があるとかないよね。よし、はぁ、いったいった、あっさりいけたからよかったよかった。いや、一旦降りちゃダメっていうのをね、知ってたらね、先にちゃんと考えてたんだよ。登るね、泉はまだかな。お、なんかあるね。なんじゃこりゃ。
なんじゃこりゃなんか妖精使うんだろうね。こっち側か。下には何があるの。いやー高いね。あー穴がある。下は、あー前昔行ったところとかかな。なんか登れないところあったもんね。グランタイト、いいね。押してこっち側行って、勢いに乗って落ちちゃダメだよ。断崖絶壁に出る可能性も。おこれは、あのここが聖なる泉なの。ナーガかな。そうよ、私は聖なる泉を守る蛇の一族のラミアか。ラミアか。え、水っていうイメージないけどね。溶岩とかね。この泉に何か用かしら。私ホリーにお母さんの虹を見せてあげたい。だからお天気妖精に頼んだんだけど、虹をかけるなら虹の妖精だって言われて、これを押し付け渡してくれたんだ虹の卵ね。聖なる泉にその卵を沈め、希望の光を与えれば虹の妖精が生まれると言われているわ。うん、そう聞いたから聖なる泉を探したんだ。聖なる泉は遥か昔から世界中の根とつながり、自然のエナジーを称えた泉として大事にされてきたわ。それをずっと守ってきたのが私たち蛇の妖精一族。けれどこの光に、あ、この泉に光が差すことはないの。どうして。希望の光はないの。地の底にあるこの泉には決して光が差すことはない。そして私たち蛇の妖精もずっとここを守り続ける使命に縛り付けられているまま。そんな、やっとここまで来たのにどうしよう。見たところあなたは妖精使いのようね。あなたの妖精の力でどうにかできるかしら。お、優しいねラミアちゃん。あっちの岩を壊せっていう感じのアングルだったね、さっきのは。いくら妖精の力を借りたとしても希望の光を取り戻すのは簡単じゃないと思うわ。光を完全に取り戻すには何度も挑戦しないとダメかもしれないよね。アクション認め、あ、必要なやつじゃない。これは単純にルミネットとかじゃダメなんだよね多分。ミルルーミルルー、懐かしいね。ダメかな多分。あれをなんとかしろっていう感じだったもんね。岩をディガデンで壊すのかな。おっとルミネットのせいでルミネットのせいで動きがもっさりになってしまった。じゃルミネット終了。ディガデン必要だろうから呼んでおこう。おいでよし。ルミネットあんなに重くなるんだ。あそこまでは、どうやって行くんだろう。すごい光ってるけどどうやって行くんだろう。この水から何かできたりはしないよね。はしごがあるとかはないね。泳いでみるか。とりあえず、なんもなさそうだね。スノーバニーでやるのかな。スノーバニーして壊せるようなレベルじゃないよね。ここですっごいもっさりするけど、なんだろう、もっさりするけど、なんかある。そこないね。あれをなんとかするっていうことだよね。ピッキーはしばらくはいらないだろうから、とりあえず、あれ、スノーバニー、スノーバニー使ってみるか。スノー LP がいっぱいあるってね、いいよね。あれ、あれ、そんなあっさりと。でも合ってるっぽいね、スノーバニーで。よいしょ、何度もしろっていうのはそういうことか。
え、こんな何度もやってたらいいのかな。あ、光。うん、希望の光が何なのか私よくわからないけど、あの岩をどければこの暗い部屋が明るくなってラミアも元気出るかなって思ったんだ。あなた不思議な子ね。そうかな。なんか音がしたけど。そう、私はずっとここにいてあの光を見ていたのに、あれを希望の光だとは考えなかった。私はなんとなくわかるな。希望はいつも身近なところにあるのに、遠くばかり夢見てたら気づかないかも。そういうものですよね。そうね、その通りなのかもしれない。マリエル、卵を泉に沈めてみなさい。今ならきっと大丈夫。うん、やったね。あっさりじゃん。それまでの道のりが大変だったけど。生まれるわ。頑張って。どんな妖精だろう。ワクワクするね。おお、虹の妖精が生まれますよ。赤青緑で、あ、ちっちゃい。想像してたのと違う。虹の蛇だわ。蛇？言われてみればそうだね。かわいい。ちっちゃい。その子は私たち蛇の妖精の希望の子だわ。そうなの？蛇の妖精は昔はもっと栄えてて、人間とも一番仲が良かったの。へえ。でも人間に最初に裏切られた妖精もやっぱり蛇の仲間だって言われているわ。虹の妖精は希望の光から生まれ、そして新たな希望の虹をかけることができる。私たち蛇の妖精もその子が生まれたことでもう一度希望の光の中に歩み出ることができるかもしれないわ。そっか、よかったね。ラミアが喜んでくれて私もとても嬉しい。こちらこそマリエル、あなたには感謝しているわ。また何かあったら力になるわね。その子をよろしくね。うん、仲良くするよ。それじゃあさよなら。ラミアとリンクした。やったね。ユルングルとリンクした。ユルングルちゃんって言うんだね。よいしょ。マリエル、希望の子は元気かしら。私も光の元で暮らせるようになって嬉しいわ。よかったよかった。ピカピカしてるね。わー、すっごいピカピカしてるね。よーし、これでやることやったぞ。ユルングルは呼べるやつなのかな。呼べない感じだね。まあ、リンクしたっていうのはだいたい呼べないもんね。よーし。でもあの子はずっとついてきてくれてるんだろうね、ユルングルちゃんは。よし、とりあえず行ったからセーブしよう。よしよし、では行きましょう。ちょっとお話を。うまくいったみたいね。うん、ヘビみたいだけど、その子が虹の妖精なのね。これで選択できるようになるといいけど。そうだね。生まれたばっかりの赤ちゃんっていう感じだけど、ちゃんと動いてくれるのかな、働いてくれるのかな。難しそうだけど、いろいろ言うのは。沿いてはあっちだね。よし、呼んであげるよ。二人がちゃんとここに残ってくれるといいな。ニールさんは行っちゃうかもしれないけどね。あとこっちか。よし、来たよ。虹の妖精連れてきたよ。ジーニーだっけ。あれ、はい、もう一つの部屋かな。こっち。よし。あれ、あ、いたいた。あれ、マリエル、ここに誰かいるよ。え、気をつけて。あれ、なんだか眠く。あれ、なんか関係ないイベントが。マリエル、眠っちゃダメ。うん、なんとか大丈夫。え、ちゃんと、まったくうるさい人たちだね。
さっきの歌は君の。ああ、僕はサントマン。まどろみに生きるものさ。まどろみということは、あなたは眠りの妖精？いかにも、夜更かししてる子供たちを眠らせるのが僕の仕事さ。しかし、その僕の歌を聴いても生きていられるとはなかなかやるね。マリエルは妖精使いだからね。おお、それは珍しい。最近はほとんど見かけなくなったが、まだいたんだね。まだ修行中だけどね。そうか、ならばこれが役立つだろうな。あ、やった！こんな、おねあちゃう。おねあちゃう、子守歌を歌ってあげよう。子供に使えそうだね。知恵の実と聖なる水？簡単だね。わあ、妖精のレシピだ。ありがとう。なーに、妖精の存在を信じる人が増えれば、僕の仕事もやりやすくなるからね。近頃は妖精を信じない子供が増えて困ってたんだ。うん、頑張るよ。ちゃんともとリンクした。やったね。これ結構早くから手に入る子だったのかな。たまたま。で帰ってきちゃうんだ。まあせっかくだから生まれさせようか、さっきの子。おねあちゃう。はい、人間に子守歌を聞かせて眠らせ、その夢を食べると言われている妖精。あー、バクみたいな子かな。はい、生まれるのを待つだけ。あー、今回はいろいろ進んでいくね。狙ってなかったイベントまであったから、やったね。この子守歌は誰に、どうやって使うんだろうな。眠りたいって言ってる人いたっけな。誰かを眠らせてあげるんだろうけどね。っていうかどこ行ったんだろう。ポリーだったっけ。どこいたんだろうね。2階どっちの部屋にもいなかったような気がしたけど、そのイベントが起こるからいなくなってただけ。それとも他のとこにいるのかな。今プラニー、ポリーちゃん元気なかったな。どうしたんだろう。ああ、いろいろあったんだよ、ポピンジェ。いや、ここで雨宿りさせてもらっているよ。あ、視線感じるっていう話だったね。それはいいとして、ポリー、あれここの部屋にいた気がするけどね。あれ、ここはとりあえず違って、さっきのところにいるのかな。いないよ。マリエル最近夜更かしをしていたようだな。そんなことないけどな。あれ、ポリーちゃんどこ行った。ゲイリーさんの家かな。ゲイリーさんの家行ってみようか。考えられるとしたらそっちだよね。教会通り。あ、イベントだね。それではよろしくお願いします。お母さん、お父さんが行っちゃうよ。お、いいぞジニー。やったね。よしよし、次は何の子かな。おお、
ほうほうほう。ティーナ、マナ、君なのか。あなた。あ、お母さん。お父さん、私不幸なんかじゃなかったわ。ティーナ、それだけを伝えたかったの。心がつながってよかったわ。よかった、その言葉を聞けて。幸せだったの。ありがとう。お父さん、お母さん、お母さんが見せてくれたのね。あ、私お父さんと一緒に行くよ。嫌だって言ってもついていく。幸せだったって言ってたのに、ね、その子の幸せが全てだ。そうじゃないか。うんうん、私おじいさん大好き。きっとまた会いに来るからね。おうよ、うんうん、楽しみにしておるわい。あ、おじいちゃんと孫っていう感じがするね。行ってしまったか。寂しい。ふん、別に今までと何も変わりはせん。本当に意地っ張りなんだから。ねえ、ほっとかんか。ホリーの代わりに私が遊びに来てあげるね。こんでいい、仕事の邪魔だ。そんなのひどい。わかったわかった。だからやめんか。ケイリーさんが明るくなったね。あー、よかったよかった。ホリーちゃんは行っちゃったけど、ケイリーさんがね、元気になったからよかった。ということで、時間もちょうどいいので今回はここで切りますね。それではご視聴ありがとうございました。